基礎から学ぼうゴルフレッスン。プロ、今回のレッスン内容を教えてください。はい、今回はですね、朝一のティーショットを成功させるコツ、これを少しやってみましょう。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、今回のレッスンは朝一の、ティーショットを成功させるコツなんですが、まず一つの原因としまして、予備運動ができていない、まあ、練習もしていない状態で朝一から打とうとしますと、いわゆる足の動きっていうものがどうしても鈍くなってきます。いわゆる下半身のスピードがないわけなんですよね。それに対して上半身は一生懸命振ろうとしちゃう。いわゆる下半身の動きが止まったような状態で上体だけで振っちゃうと、球はもう右にも左にもどっちにも曲がっちゃいます。じゃあどうすればいいのか、朝一番まず、もちろんスタート前ティーグラウンドで皆さんこう素振りをしますよね。こう素振りをやった時にこのバランスだけを考えて、一発目から、まず自分の最大飛距離求めようとせずに、上と下のバランスです。このバランスだけを考えて少しギアを落としてあげるぐらいの気持ちで振ってあげると上と下のバランスが合ってきます。これを朝一番でまだ足が動かない状態の時に頑張って上半身を強くちゃいますと手打ちになってしまって、いわゆるミスショットになってきます。上下のバランスだけを考えて打つようにすると、比較的、朝一番のショットミスが少なくなるように思います。ぜひ参考にしてみてください。下半身の動きが止まったような状態で上体だけで振っちゃうと、球はもう右にも左にもどっちにも曲がっちゃいます。上と下のバランスです。このバランスだけを考えて少しギアを落としてあげるぐらいの気持ちで振ってあげると上と下のバランスが合ってきます。比較的、朝一番のショットミスが少なくなるように思います。